逃亡のカードを手に入れただろう。ちなみに縦画面という撮影ミスしています。何やっているんだよ。初めての実写だからね、しょうがないね。ってことで20パック分買ったので推しのヨウムを狙っていこうと思います。全28種類の中からヨウムは1種類だけだろ。運がないこのチャンネルは当たるわけないだろ。まあヨウムが当たらなかったらまた買ってくるだけですし、なんだかんだ出てくるでしょ。私は同じキャラ5回被るのを予想しとくわ。ということで1枚目。なんかこの感じ懐かしいな。最初期にやってたガチャ動画思い出すわね。ところでヨウム以外に欲しいカードとかあるのか？スワコとレイムかな。特にレイムは3種類あるのでできれば全部手に入れたいですね。ということで1枚目。いやー早速1番欲しいヨウムとかが出てくるといいな。いいな。うわぁ。驚いておいちゃうことある？いやまさか1枚目で1番欲しいヨウムが出てくるとは思わないじゃないですか。動画内の私も喜んでいますよ。いやーまさか1枚目で出てくるとはな。でもここから先推しが出ねえという展開できないね。動画的にはそうだけど普通に嬉しいわ。ということで1枚目はヨウムだったな。それじゃあ奥の方に置いといて2枚目行きましょうか。2枚目は何が出てくるんだろうな。正直ヨウムなら被ってもいいんだよね。オプションが出てきたな。強欲異分で使ってて楽しいキャラですね。あと段下部では後の方に追加されたキャラだね。そして3枚目。ハイテンポで開封していかないと終わらないからな。ちょっと切り方が雑すぎて開けにくい。おっこのリボンは？私ですね。ナンバーは28なので3枚目の私だね。次が4枚目だな。いやーそろそろ被ってきそうで嫌ですねー。昨夜が出てきたな。このカードもナンバーが26なので昨夜の2枚目のカードだね。霊夢とマリサが3種類、昨夜が2種類のカードがあるんだな。なんでヨウムのカードは1種類なんですか？まあ昨夜推しがブシロードにいるんだろ。まあ種類があるカードは全て手に入れたいね。それじゃあ5枚目も見ていこう。出てきたのは綺麗伝の主のコメージサトリですね。段下部の最初のガチャで SR として出てきた記憶があるわ。にしても全てのイラストが可愛いな。こんな可愛い絵を描いてくれた人と販売しましょうと言った人には感謝ですよ。そして第2弾するときはヨウムのカード増やしてください。さりげなく要望言うな。それじゃあ6枚目。まだまだ被る感じしないから気楽に見れるな。狙っていたスワコが出てきましたね。ヨウム以外に狙っていたカードなので嬉しいです。この葉っぱがある感じ可愛いな。あとモリアの鉄のはあるのも好き。7枚目。もう3分の1引いたんだな。そろそろ被りそうだな。真由美が出てきたな。これは段下部初期からいるキャラですね。正直ケーキ入れないで真由美いるの。ブシロードさん段下部民だったりする？正直今回のカードの中で一番知名度低いキャラだと思う。まあ私たちが知らないだけで人気キャラかもしれないですね。ってことで8枚目だな。そろそろマリサ当てたいね。とか言ってたら出てきたぞ。これは3枚目のイラストのマリサだね。なんかいつもと違う服装って感じでいいだろ。自分で言うな。そして9枚目。マルキューなあいつを当てたいな。出てきたのは社名マルだったね。個人的に段下部の最初の10連で SSR として出てきたキャラですね。この SSR 最後まで使える性能だったよな。というのが個人的な社名マルの印象ですね。それ以外何もないのかよ。だって過去にカラスに襲われたしカラス嫌いなんですよね。そして10枚目ですね。20パック買ったから折り返し地点だな。おっ旧作の私が出てきたわ。まさか旧作からも出るとは思わなかったよな。まあ最近は旧作の知名度も私が東方知った時より広まっているし、グッズ化されるくらい知名度上がっていいですね。最近は旧作キャラの知名度も上がっている気がするよな。ってことで10枚目は旧作霊夢でした。11枚目。そろそろ被りそうだね。出てきたのはシオンだね。さっきのジョーンと合わせてよりがみ姉妹コンプリートしたな。段下部では妹の方は遅れて登場だったわね。12枚目。そろそろ私のカード出てきてほしいな。出てきたのは昨夜でした。ナンバーが3なので1枚目の昨夜ですね。これで2種類ある昨夜のカードはコンプリートだな。今引いた1枚目は家事していて2枚目は果物とか持っていましたね。家事で忙しい昨夜さん。13枚目。この赤は？私でしたね。しかも今までのと被っていない。ナンバー1の霊夢だったぜ。狙ってはいなかったけど私も3種類コンプリートだね。個人的にナンバー1の霊夢の絵が好きです。14枚目。残りはもう買った分の3分の1だな。おっゆゆ子が出てきましたね。やっとヨウムがいるとゆゆ子もついてくるよね。あとカードナンバーが7だけど。ヨウムは東方7と呼ばれてるから意識しているのかな？もしかしたらそうかもしれないね。15枚目。できたらヨウム2枚目出てきてほしい。出てきたのは旗の心だったな。お面がたくさんあっていいね。16枚目。ここまで来たら1回も被らないでいきたいな。出てきたのはうどん家だね。このキャラ呼ぶとき皆さんはどうしています？私は霊戦かうどん家って呼んでるけどたまに人と違うときあるよね。霊戦うどん家に稲葉って呼べば解決だよ。17枚目。もう残りわずかだな。出てきたのは2枚目で出てきたジョーンだね。初めて被っちゃったな。まあ20パックも買ったら被るからしょうがないと考えましょう。正直被るならヨウムが良かったけど。18枚目。今度は被らないといいな。おっまる級なやつが出てきたね。このチルノの周りに昆虫や花とか身につけてて可愛いな。しかもナンバーが9ですよ。こういう小ネタもあるの最高ですね。チルノはバカなの全国共通。19枚目。サナエが出てきたな。
サナエとスワコはいるのにいつもいないかなこさん。風神録最も不遇キャラだろ。最後のパック20枚目。私が出てきたらいいな。できればまだ出てきてないやつ欲しい。もしくはヨウム。出てきたのはアリスだったな。まあ被らなかったから嬉しい。このアリス上海人形もいるのいいね。アリスといえば人形だからね。ということで東方のカード。欲しかったヨウムは手に入れて被りは1枚だったので最高でしたね。これはなかなかいい方じゃないんかな。でも動画的には最悪だけど。でもヨウム1枚目で手に入れたんでいいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイなのぜー。